六ヶ所村核燃料再処理事業反対運動とは日本原燃が青森県六ヶ所村で行っている核燃料サイクル事業に対する反対運動である。特に2008年に本格稼働を予定していた六ヶ所再処理工場に対して強い反対が起きている。六ヶ所再処理工場を中核とする日本原燃の使用済み核燃料再処理事業は日本国内の 反原発運動の標的となっており、訴訟や本の出版、映画制作、講演会など様々な手段を用いた反対運動が展開されている。主なものを以下に示す。原子力発電はあまりにも危険であり、また原子力発電を推進する、人々の言葉は嘘やごまかしばかりとの立場から、本施設を含む4事業の認可取り消しを求めて提訴。 2007年12月、最高裁判所で敗訴が確定した。このグループは、事業人可取り消しを求めて、複数の訴訟を並行して行っているが、放射性物質による地下水汚染と設備の耐震性を争点とした訴訟は2006年6月に、一審、敗訴、二審では被告である現連のデータ隠蔽が、裁判所によって認定されたが、控訴そのものは棄却された。 音楽家の坂本隆一らによる主にポピュラー文化商品の制作者を中心とした反対運動ストップ6箇所。このグループは講談社より6箇所24000年後の地球へのメッセージ2007年という本も出版している。この内容に対しエネルギー戦略研究会有志エネルギーフォーラム 三名元らは事実と異なる部分があまりにも多いと主張している。反原発論者で本施設にも反対の立場である鎌中瞳が中立の立場で制作したとする映画6カ所村ラプソディー。この映画は各地で反原発の立場の論者の講演会とセットになった自主上映会が開催されている。代表的な講演者は鎌中瞳、田中優。 富田隆木下デビットである国際的環境保護団体グリーンピースによる反対運動6カ所再処理工場から40年間にわたって排出される放射能により全世界で1万5000人のがん死亡者が増加するというレポートを発表している大阪で活動する三浜の会は近年では6カ所村核燃料再処理施設と プルサーマル発電計画への反対運動を集中的に展開している。日本の食料自給率の向上などを目指した消費者運動を軸にする7つの呼びかけ団体が600余りの賛同団体とともに379,469府での署名運動やメッセージカード、集会とパレード、国会の院内集会で反対運動をしている。 汚染された食品を食べない運動ではなく消費者が生産者と連携して6カ所再処理工場による環境や食品の放射能汚染を阻止する運動であることが特徴である。2009年8月に6カ所再処理工場に関する衆議院議員選挙立候補予定者アンケートの結果を公表した。回答の傾向として民主党 共産党、社民党に所属する議員は、工場の稼働による風評被害対策を取ること、農水産物の汚染による人への被爆の予防措置を取ること、地震対策に万全を期すこと、稼働を中止することそれぞれに賛成している。逆に、自民党所属の大半の方々からは、回答を得られなかったが、木村太郎は、日本の安全基準とその技術は、世界一のレベルであり、 安全は確保されている。原子力エネルギーは最もエコであるとの持論を展開されたと報告されている。重漁業協同組合、大浦漁業協同組合、折笠漁業協同組合、山田湾漁業協同組合、船越湾漁業協同組合、太郎町漁業協同組合の署名活動に上記のソシネットが協力し、合計399,524筆の 署名を内閣総理大臣と経済産業大臣に提出した。サーファーラによる反対署名チームを号によるフリーペーパー、豪快な号外。岩手県で活動する三陸の海を放射能から守る岩手の会による反対運動。アウトドア用品メーカーのパタゴニアは原子力資料情報室や六カ所村ラプソディに依拠して本事業に反対の立場を表明し、 ウェブサイト内に本事業を非難するコーナーを設けている様々な市民運動に関わっている活動家の田中優による講演会。本施設に対する反対運動の主な主張とそれに対する各種の反論、再反論を以下に示す。なお、これらの主張は必ずしも科学的に実証された主張ではなく論争の最中である。反対運動をしている人々は六箇所。 再処理工場が本格稼働した場合に空と海に放出する放射能が1日分で原発1年分になるので本施設の稼働は中止すべきだと主張している。青森県は本施設の稼働後には米の炭素14が 1kg あたり90ベクレル、魚のトリチウムが 1kg あたり300ベクレル放射能で汚染されると予測している。国内の原子力施設で 日常的に環境や食料を放射能を汚染する施設は6カ所再処理工場が初めてである。こうしたものは口にしたくないという意見が存在しているが、こうした情報が一人歩きすることで風評被害が発生することを懸念する声もある。汚染された食品を食べない運動ではなく、生産者と消費者が手を結んで環境や食品を汚染させないための反対運動が、 展開されている。田中優は、再処理施設が海中に放出する放射性物質は太平洋には拡散せず、親潮に乗って三陸沖の魚場に滞留し、生物の汚宿によって魚介類に蓄積するので、再処理施設の稼働は中止すべきであると主張している。水産学者の水口ニ也は、田中と同様の事実認識に基づき、六カ所再処理工場は、 今世紀最大の海洋汚染の発生源と形容したとされる。グリーンピースはロンドン大学のバーソロミューメディカルカレッジで放射線生物学の学位を取得した環境コンサルタントイアン・フェアリー、イアン・フェアリーに委託して作成させた報告書を2008年2月に発表した。この報告書によると6カ所再処理工場が1年間の本格稼働で 地球全体の集団線量が7400人シーベルトになるとし、これを直線式一致なし仮説を採用した上で、比例計算により評価すると、毎年世界でおよそ370人がガンで死亡すると計算されるとしている。予定されている40年間、再処理工場が最大能力の運転を休みなく続けた場合では、 世界全体で1万5千人がガンで死亡するとしている。国際連合の原子放射線の影響に関する国連科学委員会は全世界で合計 250GW 年の原子力発電を100年間続けた場合の地球全体の最大集団線量を1500人シーベルトと推算しており、6カ所再処理工場の影響はその約5倍になる。 イギリスやフランスの再処理施設周辺では小児白血病が増えている。このような再処理工場は稼働してはならない。プルサーマルを利用する高速増殖炉の実用化の計画は年々遅れており実現する見込みがないと小出弘明は2004年に述べた。福島県や新潟県は再処理施設で製造されるプルトニウムを用いたプルサーマル発電を拒否しているし、 高速増殖炉も計画が難航しているので、プルサーマル発電は日本国内では実施できない。よって、再処理施設も不要であるとの指摘が提出されている。6カ所再処理工場で取り出すことのできるプルトニウムは、不安定なプルトニウム240の含有量が高くて、原子爆弾の製造には不向きである。しかし、核燃料サイクルで計画されている高速増殖炉と、 組み合わせることにより、原子爆弾の製造が可能な兵器級のプルトニウムを生産可能になる。田中優は、再処理施設が海中に放出する放射性物質が年間で4万7千人分の致死量にもなり、しかもこれは太平洋には拡散せずに、海流の影響で三陸から関東の沿岸に滞留すると指摘している。川田隆平は、参議院で、 フルトニウムについて、核砂糖が5個で、日本人全員、日本の住んでいる人口全員の致死量、史上最悪の毒性と言われると言及した。原子力資料情報室などは、本施設の建設、維持にかかる費用が課題であり、また当初示されていた費用をはるかに超えていることを問題視し、最終的に国民の支払う電気料金が押し上げられると指摘し、 再処理工場の稼働を中止すれば、最終的な負担は大幅に軽減できるとし、再処理工場の稼働を中止するよう求めている。また、原子力資料情報室は、電気事業連合会の試算が、稼働率100%を前提としているので、実際の費用は、この試算より必ず増えるとしている。田中優は、 セラフィールド再処理施設がプルトニウムを排出したことを根拠に本施設からもプルトニウムが海中に排出されるとしている。田中によると、プルトニウムは恐るべき猛毒であり、少しでも入ってくると、すぐ白血病が起こったり骨髄腫が起こったりするとし、プルトニウムは水に溶けにくい物質であるが、水に溶けにくい物質を水の中に入れると気泡の中に集まる性質があるので、 海面近くで息を吸い込むことが多いサーファーに、劣化ウラン弾と同様の被害をもたらすと主張している。渡辺満宮、中田隆の研究グループは2008年5月、最小理工場の直下に、これまで知られていなかった、活断層を発見したと、日本地球惑星科学連合大会で発表。最大で M8 程度の地震が発生する、可能性があるとし、 耐震性を再確認すべきであるとした。中村正夫の取材によると、アメリカ連邦政府周辺の核、不拡散政策関係者は6カ所、再処理工場におけるプルトニウム抽出が北朝鮮に、ウラン再処理の口実を与えているとの理解で一致しており、また、北朝鮮以外のアジア諸国が今後ウランを再処理して、プルトニウムを抽出しようとする際にも、 その正当性を主張する論拠として、日本のプルトニウム抽出が引き合いに出されることを懸念しているとされる。アメリカ政府は1988年の日米、原子力協定があるので公式に6カ所、再処理工場への反対はしていないが、代わりに、ロックフェラー財団などの有力財団が出資している、各管理研究所と、天然資源保護協会という組織が6カ所、 最小理工場反対運動に密かに協力している可能性があることを中村は指摘している。日本弁護士連合会は2006年に6カ所最小理工場のアクティブ試験についての会長声明を出した。参議院議員の川田隆平は9万人強の反対署名を受ける形で2007年11月27日の参議院環境委員会において この問題についての質問を行った。ありがとうございます。